どうも、ヤスです。はい、森はーす。はーい、お疲れ様です。いや、ちょっとね、遠征でね、3人落ち着いてスタジオにいるっていうのが久しぶりですね。確かに。そうですね。やっと一段落ついた。なんか、ドイツと。三陸と、まあ、岩手行ってさ、いや本当そうですね、そう全部楽しいんだけどさ、はい、なんか僕はですねこうまったりとね少しまったりしたいなと思ってるんですよ、うん、今月ぐらいはね、そうなんですよ、だからなんかもう緩い動画を1本ぐらいちょっと挟みたいなと思っちゃったんですよ僕は、はい、そうちょっと前にねダイオちゃんとね僕ドイツの方へ行きましたね、行きましたね、ドイツ行きまして、楽しいドイツ、楽しいドイツ旅、うん、はい、もうポケモンもやってビールも飲んで、うん、うめえもんも食ってと、最高の旅だったんですけども、まあお土産とかね、あ買ってきましたお土産、あ買いましたいっぱいチョコレート配りました、あそうだね、大量に食べね、あそう美味しいハリボーもね、グミ、うん、はい、グミをそう安くにグミあげたんですね、はい、あいいですね、はい、美味しい、美味しいですよね、はい、僕もねお土産買ってきたんですよ今回で、僕もグミ買ってきたんですよ、あね、はい、すごい2人が全く反応しなかった今無の顔してましたね。まあそういう報告ですよね。そう、まあそうですね。買ってきたんですね。はい。ということで、まあちょっとね、うん、今日はドイツのお菓子を食べようのコーナーでございます。イエーイ。お土産を買ってきたら食べましょうというね、とても優しい企画ですね。わーい。ということで、今回僕が買ってきました。美味しいなこれ。ドイツのお菓子はこちらです。はい。うん、お。ハリボーですね。ちょっとここ開けちゃってね、ハリボーの。はい。O が見えないんですけどね。ハリボーのこちら、ででーん、はい。美味しいよ、これ。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい。聞いて、話の。食べてます。もう始まってます。あ、違う、はい。それ別の商品だな、それは。それ美味しいやつでしょ。今日食べていただくのはこちらハリボーのなんだっけ、アルミサッキみたいな感じの名前なんですけど、確かググると出てくるんですけどね、世界一まずいグミというね、いう名前で触れ込みで日本国内で有名でございます。お、はい、ただ現地の子供は普通に食べてるらしい。いやそれ嘘ですよ。いやいや、なんかあれみたい、だ日本人はさ納豆とかね、いけたりするじゃん、発酵食品とかでも。だそういう感覚みたい、向こうでは何がダメなのみたいな感じらしいです。はい、だから分かんないんだよ、世界一まずいと言いつつ美味しく食べてる人らがいるんだから、もしかしたらこの3人食べたらうまいって思うかもしれないんですよ。だから、なるほど、そう、あり得る、この可能性はちゃんとあるんだ。なるほどね、あるでしょ、日本人でそう、日本人でも普通に美味しいって言ってる人はいました、すげえ少数で。ということで今回は、こちらのハリボー、タイヤ味と言われています。お、タイヤ味食べていこうと思いまーす。いや、罰ゲームですらないってやばいけどな。あ、ちなみにこれを使った罰ゲーム動画は別で多分上がってますので、はい、はい、今回は3人でちゃんと食べまーす。パワハラだ、パワハラだよ、はい、これも仕事だお前は今日これを食うのがお前の仕事だ。パワハラだ、それに給料払ってんだ俺は。パワハラって言われちゃうんで、やっぱそれはですね、やっぱその平等じゃないとダメだと思うんですよね。なるほど。だから先陣切って僕が食わせていただきます。はい、ね。それで解決はしないですよ。同じ痛みを僕もね、はい、追っていこうと思います。それでは、行かせていただきます。まぁ、ちょっと感想とかちゃんと述べながらね、撮っていきましょう。はい。はい、行かせていただきます。はい。アルミサッキなんで、こんな感じで、そう。食べ物じゃない。で、これなんか正式な食べ方がね、これめくって食えってことらしいんですよね、どうやら。こういうことらしいです。はいはいはい。こうやって、この段階はやばくないじゃん、別に。なんかそういうガム思い出しましたね。あったあった。巻いてあるやつ。わかるわかるわかる。ね、匂いは、黒糖のお菓子になんかちょっと謎の薬品かけたみたいな感じの匂いします。謎の薬品？いや、でも黒糖っぽさあるよね。黒糖っぽさ。帰りた。決していい匂いはないですよ。そうかな、はい、いやいや、もう知ってますもん、これ。大丈夫、はいはい。一番、本当にこれ、本当に。一番リアクション大ちゃんでかいんだよ、なんか。びっくりするぐらい、吐きよ、模様。いや、苦手な感じだ。ああ、じゃあダメなやつだな。大丈夫です。ジェットさんのやつですから、まず匂うんですよ、こいつが。置いてあったからね、俺がね、デスクね。くせなつって。はい、それでは、行かせていただきまーす。いきます。ああ、何なんだこれ
ああ何の時間だ。ああもうやりたい。あーあああああのさあまずいもんってさバッて食ってわーってなるじゃん、うん、なんかね2段階ぐらいね来るのまずさブーストが2回来るのなんか2段階うつつしますか、うん、2段階うつつなんです。あ最初はねすごいいい道いい道なんか無味無臭かなって思って、はい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 、噛み締めていったら1回バッて開いて1回事故るんですよ。で2段事故っちゃってその後玉付け事故が今口の中で起きてる。ああもう大変だ。すごい大事だ。あー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 うめえ。ハリボーうめえ。めっちゃうまいっすよそれ。めっちゃうめえ。同じ会社出してんのこれ。同じ値段ですよ今日。本当だ、絶対こっち買った方がいいよこれ。はい開いたよ安。え、ちょっとすぐ行くやん。意外と渋らいんやん。いや、言うてちょっとね、うんうん、食ってみたいじゃないですか。うん気持ちは、いや、わかるでしょ。いや、でも、うん、山田さんこれずるくないですか。まず、うん、これこんだってこんなしか食ってないですよ。だっていやいや、だからそれでいいんすよ、しょうがないです。でも、それでだいぶ強いよ、言っとくけど。どれぐらいいい感じのところでプチって切っちゃってください。そんなにでもすげえ行くじゃん。俺の 2,3 倍いってますよ。いや、これが楽しいっす。あー、むく作業ね。あ、もうこれもう十分でしょ、これ。いや多いよ、多分それ。ちょっと言っとくけど、多いよ、それ。じゃあ、はい、いや本当にやだ。これなんで食べるんですか、僕は。えなんでって、なんでだろうね。はい、楽しんでください、ドイツを。ドイツ。でもこれ、僕日本で売ってるの見たことあるんですよ。あー、あるんだね、じゃあね。うわ。あ、いった。うん。うまい。うん、うん、に2段階ブーストを感じて。もうできないやつや、リアクションできんやつや。あでもこれ分かったわ。あ何が分かった。あこのリアクションとかじゃないタイプの、あ、そうあれですね、下がる、ただただテンション下がるのこれ見てる。変な声来た、来たどんどん気化してきた時の、あ、わかる。で、なんかエキス出てきてるし、あ、そうどん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 、いや、多分唾液なんですよ、自分の。俺もすげえ唾液出てきたもん、なんかもう、いや、ほんとやだ。すごい、水入れて噛み締めてるよ、だってすごいテンション下がるこれ。そうそうそうなんだこれ。普通こういうのってなんかリアクション、あーマジーみたいな、なるなる、普通はね、あーみたいな、そうそうそうそ う, そうなるかと思いきや、うん、出てきりもなんかね、そうなんだ、シーンってなる。そうそうそ う, そう、あーあでも残ってるわ。安くんお疲れ様です。はい、お疲れ様でした、はい、よく頑張りました。はい、解散、解散だ。どうも解散、ちょっと何言ってるか分かんないですマジで分かんないからちょっとはい、じゃあねちゃんのターンでございます。あの、向いてください。あ、うわ、やっぱこれね、ほんとね、ほんと匂いを嗅がしてやりたい。確かに、みんなに匂いを嗅がしてやりたい。ほんとに、あの、こう、封をして、こうしてやりたいね。もう、ほんとにやばい匂いしてるよ、これ、うんうん、もう、一気にも聞きたくない。はい、僕よりは全然少なくていい。だよ、泣いちゃう。あー、臭い、臭い。少ないよ、少ない、まあまあしょうがない、まあまあいいでしょう、女子です、女の子ですからね。うわやだな、はい、女子扱いされるのちょっと。おもうまだ行くんか。本当にここで吐きそうなんですよ今もうだって食わずにな、もう吐きますよ、もうもう吐くもう吐くわ、やばい、やばい、最悪や、もう的には面白いですけど、まあねまあまあ本当これやだな、ちょっとすみません、はい、ちょっとだけね、ちょっとだけ、はい、まあ、それでも味は多分十分わかる、十分わかる、いやマジで量関係なくてね、味がやばい。はい、どうぞ。いった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 しっかり噛んでいこう、噛んでいこう、噛んでます。うわうわ、来た、あ、来た来た、第一に来た、あ、第一に来た、最初のブースト来た。うわ画面外で今もうもだえております。おおおえ出ましたね。はい、
はい、ちょっとハリボーで、ちょっとハリボー食ってください。美味しい方の、本当にこのね、はい、皆さんの言う通りだった。味がしない時は、あ、そう、なんか昆布みたいな、昆布みたいな噛んでる感触だけがあって、わかるわ、味ないんだよね、なんか香りが広がる。あ、そう、どんどん何これくんくんってね、ハリボーうまそう、そう、すげーうめんだよ、ハリボーって。こっちのクマのやつ、うまそう。だからもう、車輪食った後にクマ食うともう余計わかるよね。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。ハリボーの回しもんかと。だからその、一つの会社でこんなにもさ、同じハリボーっていうか社名出してさ、作ってる商品の差ね、すごい、上と下の差、すごいわ、ハリボーさん。怖っ。あ、なんか、なんすかこれ、なんすか、なんすかこれ、これなんすかこれ、この時間、なんなんすか、ね、なんか、うん、食わされた、私たちはこれを食ったんだ、食わされたのかっていうね、はい、はい、いや、なんかちょっと食わしてやりてえなと思って。俺もちょっと食ったんだけど、なんか俺だけ嫌だなと思って。共有ね、共有、そうそう、チームで共有したいと、必要ですから、共有は必要ですか、チームにとってね、大切だ、大切なんでやらせていただきました。はい、ということで、まあ、美味しい方のお土産もいっぱいあるんで、そっちも食ってください。はい、はい、OK です。はい、ということで今回はこれで終わると思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張ったやすくんとねちゃんのツイッター、僕のツイッター、インスタフォローぜひよろしくお願いします。そしたらまた別の動画でお会いしましょう。バイ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 。募集要項にこんなんなかったっすけど。完全、山田チャンネルはそれ込みで、はい、やらせていただきます。これからもよろしくお願いします。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい